令和3年度第3学年第1回校内実力テスト文法語法問題解説この動画は実力テストの第1問3セクション A の解説です1番です関係詞を補う問題は空欄の直後に着目しますこの文では Visit という多動詞がが使われているのでそのででそ目的語が必要です他動詞は必ずその直後に名詞を必要とする動詞のことで他動詞の直後に来る名詞はその目的語であるという言い方をします。この場合「Visit」は「どこそこを訪れる」という意味なのでその後に必ず「訪れる場所」の名前が必要ということです。 空欄の直前に The Park という場所を表す単語があるからと考えて関係副詞の Where を選んではいけません関係詞を補うときはその直前だけでなく後に続いている語句にも着目しなくてはいけません2番です冒頭の Write down は何々を書き留めるという意味のフレーズです B の Incase は直後に 主語と動詞を伴って誰それが難難する場合に備えてとか誰それが難難するといけないのでという意味になるのでこれを選びますその他の選択肢も全て接続詞の働きを持つ重要表現です「so that」は「誰それが難難するように」という意味で受動詞とともに使われるパターンもよくあります、Unless、は 誰それがなんなんしなければ、とか、なんなんでない限り、という意味です。in o r d e that は、so that と似たような意味の、やや堅苦しい感じの表現です。三番です。d の run out of が、何々を使い果たす、何々を切らす、という意味なので、 これを選びます A の「come across」は誰それに偶然出会うという意味です。また C の「put off」は何々を延期するという意味です。4番です。質問の答え「it's Paris」の中心となっているのは「Paris」という名詞です。名詞を尋ねる疑問詞は 選択肢の中で、A の What のみです。その他の選択肢、Where、How、Why はすべて疑問・副詞です。したがって、A の What が正解になります。5番です。選択肢の中に用いられている形容詞にそれぞれ着目します。B に用いられている a b l や、 C に用いられている「capable」は人を主語にして用いる単語です。ところが B や C の主語はいずれも形式主語でその指している内容は「明日いつもより1時間早くオフィスに来ることで」でこれは人ではありません。これに対して「possible」は事柄を主語に取ることができる形容詞なので D を選ぶことになります。さらに、p o s s i b は、A の選択肢のように、人を主語に用いることができません。6番です。前半の内容を受けて、誰それも同じです、のように、合図地を打つ言い方です。前半の内容、つまり、He left for Kyoto が、 なので出だしはそ、so、うその後に助動詞主語というのが正しい語順ですしたがって C の「So did his family」が正しい語順ですまた so を用いずに「His family did too」のように表現することもできますさらに否定の内容に対する合図値は「neither」や「nor」を用いて 誰それも何々しないという意味を表現します。この文を否定にして、He didn't leave for Kyoto に対する合図値を打つと、その後に続くのは、Neither did his family, または Nor his did his family, または His family didn't either のような言い方が可能になります。7番です。動詞 の後には、目的語プラス原型または ing 形が続く刺役の公文と目的語プラス過去分詞が続く受け身の公文が考えられます目的語の後に原型または ing 形が続くか過去分詞が続くかは目的語とその後の動詞の関係によって決まります目的語に 何かをさせるのなら原形または ing 形目的語が何かをされるその動作を受けるのなら過去分詞ですここでは目的語は her purse 彼女の財布で財布は盗まれる立場にあるので過去分詞を選ぶことになりますしたがって B の stolen が正解です その他にも、使役語動詞が目的語の後にどういう形を取るかについては、アルティメットにまとめてありますので、これを参考にしてください。8番です。most は、名詞または形容詞として用いる単語です。a を選ぶと、most of the houses となり、これは代名詞としての正しい用法です。 b を選ぶと形容詞としての「most」になりますがこの時には「the」が不要です。「most houses」は正しい用法ですが「most the houses」とは言いません。「almost」は副詞なので c のような使い方はありません。D は直後に形容詞が続いていればいいのですがここでは直後に「the houses」という名詞句が続いているのでやはり不適切です。 したががって、a の most of が正解です9番です。す。番空欄の直前に「told」という動詞が見えるのでこの文は「tell」+「人」+「to do」の形であることが予測できます。不定詞の用法には直前に出てきた動詞の繰り返しを避けるために「to」+「動詞」の原型の代わりに「 to だけで代用する用法がありますここではオープンがその動詞にあたりますさらに接続詞の although 誰それがなんなんするけれどもが使われているので後半部分は彼の母は彼にそうしないように言ったのだけれどもという意味です誰誰に何々しないように言うという意味にするためには 人 not to do にしないといけないので C の n o t to が正解です10番です自動詞の LIE 横になると他動詞の LAY 横にする置くの活用を思い出してくださいここでは前半の He was ill かから過去形の文であることがわかりますまた後半の文の意味を考えると彼は一日中ベッドで横になっていたとなるのが適切なので LI の過去形レイを選ぶことになりますしたがって B が正解です11番です TOM as well as his parents という主語に着目します A as well as B B ばかりでなく A もという表現が主語で用いられている場合後に続く動詞の形を決めるのは A の部分ですしたがってこの文では三人称単数の tom ということになるので適切な B 動詞は was ということになりますどうの同様の表現で 動詞の形を決める際に間違いやすいものには、次のようなものがあります。アルティメットにもまとめてありますので、参考にしておいてください。12番です。選択肢を見ると、補うべき単語は関係代名詞であることがわかります。関係代名詞を補うときに着目すべきなのは、 関係詞の後の内容です。この文では、they say are という語句に着目します。大切なのは、they say が挿入語句であるということが見抜けるかどうかです。そこに気がつけば、その後に are という動詞があるので、空欄には主格の関係代名詞が必要だということがわかります。 したがって正解は A の who になります。They「Say」の他にも挿入でよく使われる語句には「I think I believe I suppose I hope it seems a said as you know」などがあります「I think I believe」などは「I」の他に他の代名詞が入ってくることもよくあります。 頻度の高いものは覚えておくと良いでしょう。これで文法語法問題の解説を終わります。しっかりと復習してください。